これはすごいなと、スピーディーでパワフルな一級の娯楽作品だと思いました。タイトルしか知らなくてどういう映画か全然わからないで、あのレ・ミゼラブルのミュージカルみたいのかと思って見たら全然違う映画で、はっきり言うとアクション映画、非常にそのスピーディーでパワフルな、これはすごいなと。シティオブゴッド、あれとエンドオブウォッチ、その2本を足したみたいな一級の娯楽作品だと思いました。とにかく今ヨーロッパで一番問題になってるのは移民の問題、各国でですね、その移民難民を追い出せと、まあ、監督自身がフランスで生まれたアフリカ系の移民の2世なんですね。その立場から描いた実態ということで、リアリティがまあ半端ない、すごく強いメッセージで、一体になれることもあるんだよという希望も示したと。犯罪防止班という特殊部隊みたいなものがあって、移民たちの間をパトロールして回ってるんですね。なんかもうこの人たち暴力的でついていけないなって感じで、とうとう子供に怪我を負わしちゃうんですね。すごいのは怪我をするその男の子、誰も思っていなかったような展開になっていくっていう、そのストーリー的なひっくり返し方も面白いです。でやっぱりラストの暴動とかすさまじい、もちろんその移民難民問題、日本にもつながってくることなんです。本当に考えさせられる映画でしたね。